それではご覧くださいでもね僕今深田さんが言ったねその現場なんだけどなんで北口だったのかなというのは思うんですよなんで北口って今言ったようにねでえっと安倍さんが最も信頼していたえっと秘書がいるんですがエッチさんエッチさん今世耕さんの秘書をやってるんですよ。 で何回か会っているんですけれども彼はすぐ現場へ行ったとそ,あのそれでその時はもう辞めてたんですよはい、はい、安倍事務所は、はい、で、えー、彼が言ってたのは自分がいつもついていた秘書なのでね自分を責めたと僕がまあ選挙に出るために彼はねやめ やめてしまったので衆議院の方、ねうん、その時のねそ前衆議院に出たんですそれはあの安倍さんもすごく快く了承し応援して、うん、まあ落選したんだけど自分が、うん、と衆院選に出,出ないで秘書でいたら自分はこんなこんなところでは絶対させなかった、うん、それがもうものすごく悔しいしもう自分を責める 気持ちになるんだというのをこうなこう涙を溜めて言うのよ。だから南口でも良かったんだよね。いや南口でやるのが普通だと思いますよ。うんうん、まあ、ね、本にもそうやって書いてありますけどね。うん、それをまあそれはちゃんとしたまあ本の中の理由としてあるんだけどね、うん。あの演説されている場所っていうのがちょうどそのバスのロータリーの真ん前でこうバスがこう 出たすよね。うん、そうするとあのこう聴衆が集まってもバスで視界がブロックされて落ち着いて見れないですし駅側のね道もものすごく狭いんですよ。うん、で立って落ち着いて見れる場所がないんです。うん、で南側は開けてて アーケードがあるので、雨が降っても聴衆はゆっくり聞いてられるわけなんですよ。北口でやる理由が全くないんですよね。まあ、それで、この小説の中では。もう一人の暗殺者が。撃ったとされる、あのビル。ビル、はい。あれも。分かるわけね、君は。分かります。はい。うん、すごいよね。だから、まあ、本当だから。 その柴田さんもきちんとその取材されてこここう、うん、まあ推測されてこうきちんと論理だってじじ要は架空のものじゃなくてそれを作り上げてるわけだからうん、うん、これ本当に見事にだから,だからあの僕が電話で行った時に「ようこの人筋立てしましたね」とすごいなと僕もこの,あの、ね、腕力はすごいと思う、うん、しかも文章が。 うまいよだからさっと入ってくるのね全部はああ辛坊はどうだったどう読んだ私も読みましたすごいよ辛坊さんはこれをやるって2日前に言ったら筋トレでバンって買ってもう一気に読めた読一気にんでそれこそね先ほどからお話に出ていたみたいに安倍元総理が亡くなられたあとの陰謀論みたいな感じいろんな話が出たじゃないですかで そういうのって結局一体どうなっちゃったのかなっておそらく大半の一般の人っていうのはその時にあったよねぐらいでちょっと忘れてしまってたりとかでもなんとなく気になっていたりとかっていう部分がでもこれを読むともちろんこれは小説ですけどさっき孫徳さんがおっしゃったみたいに本当に世の中の事象にはいろんなことが絡んでるんだろうなっていうのを改めてこう勉強もさせてもらえるというか なのですごく本当に一気に3時間ぐらいでっておっしゃってましたけど深田さんも私もそのぐらい一気に読みました、うん、すごく大体いいその石砲隊と絡めたところからくるのがもう衝撃ですよ、うんうん、まあ始まりは、はい、プロローグは石砲隊事件から始まるので、ねはい、しかも何か知らないもう現場を見ていたような、うん、と描写でしょ、はい もうあそこから僕はぶっるんですよでもう出ることができないんですよ作品の世界から。でずっと一気に読まされるっていう。んで最初赤王体かなっていうところから入るんだけどそういやあの宗教団体あそこで名前出てきたことあるわなんですよ。でね石井聖喜さんとかいろんなのあっあったなってんかね記憶から消えてるんですねもう僕ら。 あの、読売新聞の彼の話とかもそうだけど、出てこないんですよ、もう。絶対何かの。政治部のまあまあ、そうそう。あの、自殺とかだって、後ろ手に縛られて、靴下でこれ自殺ですよ。で、それで。それ。で自殺と片付けられた。ね。でもそんなネット上に出てこないんですよ。め、ほとんど。そういうのって。 やっぱり、なんかいろんな力は絶対働いてるよなと。まあ、その、この件とはちょっと別にね、いろんなものが、その世の中、僕はすべて陰謀論で片付けるのは嫌なんだけど、あ、でも、必ずあるって、もう、多分彼らなんかもう全然知らなくて、僕だって忘れちゃってるもん。で、ネット届いてみたら、全然出てこないんですよ。もう、あの事件って、ほとんど。まあ、誰かのツイッターとかそういうものしか出てこなくて、事件としては絶対出てこないんだね。 でもそもそも手錠で後ろで縛られて、靴下ここに突っ込んで、これを自殺って、靴しないでしょ。そうですよね。っていうのが、だから多々あるっていうのを思い出して、いろんなものが絡んでるような、やっぱり。で、伝論 TV やるときに、まあね、今度、国鉄やるし、まあ、それこそ日産やったときだってそうだけど、やっぱりいろんな、その権力欲とか名誉欲とか、いろんなものが絡んで、組織としてみんな動いてるじゃない。 そういうものが、あ、絶対、差もありなんだよなっていうのは、改めて思ったんですよ、ね。いや、リアリティが、リアリティがありすぎちゃってさ、ね、よくここまでと調べ、調べたとか、取材したなっていう。しかも、三十数年の、こ、う、の、ん、流れも、日本の政治の流れ、うん、諸外国との関係も含めて、全部、そうだよな、こうだったよなっていうのを思い出させてくれる、ね。そうなんですよ。あの、 1>, 1回でさっと読めるんですけど2回目からが面白いんですようんこのあそうなんだ。2回目からはですね「この団体の名前は何,何だろう」この人を照らし合わせて <laughs> そうな,のなんかね俺も何かどん,どんどん調べてしまってまた思い出してしまって。はい ああそうだった。でしかもあの当時ここまで詳しくなかったので自分がね赤穂隊の時とか朝日新聞の襲撃とか、うん、あんなの単なる右翼だろうなぐらいな感じなのがなんかいろんなものがこう出てきてもっとこう深掘りしたくなっちゃったんですよね。うん、そうなんです。深掘りしたくてすいません答えを教えてくださいって。<laughs> <laughs> が来てさここれここの人 人はは本当は誰なんですか <laughs> みんな聞きますよね <laughs> だからうんとこれはよくできてますよねで僕は何度も読んでるんで分かんなくなっちゃってるんですよだけどやっぱり今読んだ人たちはもったか以外は<笑><笑>や,あのやっぱり2回目を読むともっと面白いっていうふうに思われすいや2回目がもっと面白いですいややっぱりねさっきも言ったけどだからジョー・バイデンでしょそのだ トランプでしょだからそうやって、実名も絡めながら、いろいろ、日本人も実名絡めながら。うん、ならら亡くなった人は基本的に、そう。実名です。まあ<う>、だから中曽根か、長袖安アメリカ人は全部あれですけど、うん、まだ今そうです。ですだってさ、そ,ね、それこそロッキードね、ここでやったけど、ロッキードだってキッシンジャーとね、やっぱりアメリカの公文書で、中曽根さんのもみ消すっていうのは、もう、公文書の中出てきてるわけだから、うん、やっぱり政治の力とかさ、いろんなものが働いてるような間違いないわけですよ。そういうものって。 だから、あ、あったかもしれない。これだ、まあ誰、まあ思い浮かぶのは思い浮かぶんりするんで。うん、それ全部事実は事実として抑えて書いてるからね。そう,そうそうそう。で。令和はそうか。令和そうだったんか。結構衝撃ですよ。うん、僕もあれは衝撃でした。うん、<れ>いい名前だなと思ってたから。<laughs> いい年号だなと。<laughs> でも確かにそうやと。うん。あ、なるほどと。さすが安倍さんと思ってたんで。うん。うん。それでね。 まあここに編集者は「日本の未来を奪った2発の弾丸」ってこれ実は2発じゃないんだよね。で本当は何発が撃たれたのかっていうのもまあこれを読めば分かってくるんだけれども日本の未来を奪った二発2発ってことになってるわけだから日本の未来を奪った2発の弾丸ってやっぱりうんと日本の未来を奪ったんだよねこの弾丸は。 それ、それが、あの、なんていうの、この中に、ちゃんと入っているというふうに思ったので、出そうと。ああまあ、そのね、うん、今日のタイトルでもあるけど、はい、やっぱりね、その総理がいなくなったことは非常に、うん、まあ、損失、いろんな意味で損失、やっぱり今の日本の、その、まあ、二部の方でね、ちょっと話しようと思ってるけど、はい、おガタガタになったその自民党とか、保守とかっていうのが、本当に、 えーまあ、ただレバーはないんでね、うん、い,いたらっていうのはないからけれども、僕ら特に審判だったから、余計にいなくなったことは本当に損失だったなっていうのを感じさせられたいや、だから自民党が安倍さん一人で持ってたっていうのが、うん、そ,うあそういうことだよね、よく分かったよね、うい,うなねいなくなってから。はい、いや、本当だ。いあこれはくくもも悪そそそそう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  まあ、そうなんですよ。ありに安倍さんがこの腐った自民党をこう、隠してくれてた部分もある。あのー、うん、だから、もったがさんがね、高罪って言って、罪の方は、まあ、もう本当にオバコンになってしまった自民党を生きながらえさせてしまったっていうのもあるんでね。うん、6連勝させちゃったからね。あの時は単純に嬉しかったけれども。うんうんうん、そうだよね、うん。で、今のやっぱりね、この低垂落を見てると、 本当に、まあね、保守の、あれも何にもなくしているし、まあ、もともとヌエみたいな政党なんだけどね。保守の国家観とか歴史観とかが全くなくない,もない。もう自分の損得だけでしか自民党の政治家は動いてない、はい。<laughs> 本当にまさしくその通り。うんえー、なので、そういう意味では確かに、あ、喪失感みたいなものもすごくまたね、こう、改めて思い,思いました。あの時はね、もただ、 寂しい話、じあ、今度ご飯食べに行くはずだったのにとか、うん、もうまずそこから行って亡くなったのが信じられない。だけど改めていろんなことを考えると、なんていうのかな、この、こう天の采配みたいなものを動いたような気がする、うん。うん。だからこれだけの作品を前にして、やっぱ出さないっていうのはあり得ないと、出版社と。うん、僕がだって第一世紀よく出しましたねたああ、そうだったんです、ねうん、だって、いろいろだって、なんていうのかな、 中には都合の悪いと思う人もいると思うんだ。中には。そうですね。で、しかも、安倍審判でも超有名な。ちょっと審判ってとも違うんだ。あの、政策とかいろんなことで、俺は全く違うと思ってることもあるし、それはその時その時で言ってたし、なんか、安倍さんの思うがままになってたなんていうのはないよね、誰も。 僕らも一緒ですよ。全然、だから、まあ、審判というか、好きだったの大好きじゃないで人間として好きだったの。僕ら。っていう意味だ。で、その、まあ、その、厳冬者というか、権利、発行人で出されるっていうのは、いろんな勇気がいっただろうな。まあ、繰り返しだけど、っていう話だった。まあ、でも今の話を伺って、確かに、やっぱり、そういうね、その編集者としての思い、 っていうの非常に感じだし、うん、いやこれは出すべきだと思ったんです、うん、で、例えば今日の朝日新聞なんかはね、うん、あれなんですよ。まあこの収録している今日の朝日新聞なんかは、安倍さんのトップ外交、うん、これがことごとく失敗してるってことを書いてるわけですよ。うん、まあインドだったりテキサスだったり、まあいろいろんなところでのトップ外交をやったわけじゃないですか。 それがまあ、不債となって、今、日本、日本の財政にのしかかってきてるっていうのを、7つぐらい。でも、その時は、まあ、現実の安倍総理は、日本をなんとかしようと、財政を、と思って、経済界を、財政を、なんとかしようと思って、あれだけの、まあ、病気を抱えた体を鞭打って、 いろろんなところにトップセールしてたわけだよね、はい、それだって今こうやってえっとまあなくなって2年が経つとやっぱり批判もいっぱい出てきますよね、うん、はいはいはい、はい、でそれはそれで現実に、はい、あのあこれはダメだったよなとかいろいろありますよ、うん、だけど例えば LGBT みたいな、はい、<laughs> これは安倍さんがいたら絶対成立しなかったろう っていう法案とか、うん、そういうのもいっぱいあるわけで,そうです、ね、あの人が政調会長の時ですよねあ萩生田さんがそうだね<そ>う <laughs> <laughs> だから政治というのは一本の太い筋がビシッと立って失敗しようとそれが成功しようとそ,うですその一本の大きな信念に従って無視の精神で動くんだっていうのは 俺は安倍さんはやったと思う、うんう。はい。はい、もう安倍さんしかいなかったですね。いない、今もいないですよね。うん、だから、それを失ったというのは大きいよ、ね。大きいですね。うん、いや、本当にもうまさしくおっしゃる通りで。で私はどうしても安倍総理のこの暗殺を、あの伊藤博文の暗殺と。 どううししてても重ねねまうんですよ私と博ミって慎重派だったっす、うん、なんで彼が生きながらえていたら太平洋戦争さえも起きてないむしあの違った形になってたかもしれないと思うぐらいなので安倍総理亡くなって、うん、あの瞬間に思ったのは悲しいっていうことあこれで日本の10年後は全く違う形になっちゃってるなってあの日そうでしたね まあ、総理が僕も完璧だったと思ってないしいろいろねやっぱり僕も総理そうおっしゃいますけど結構いろいろねこうしたことはあるけどってで,でもなんていうか軸というかそれがドンとこう乗っていることによって、うん、こうたえないことはたぶんたくさんあったと思うから損失は大きいよねだからこそアンチっていうか左があれだけね騒いでたわけだしあれだけ喜んだわけだし亡くなった時にはですね。例えばね、えっと、放送法4条に まあある曲のある番組は違反してるみたいなことを言うわけよ、うん、俺に、うんとまあ、放送法4条ってなあのは普遍不当でなければならないテレビは。でもどの,ど,どの曲のどの番組とどの番組とどの番組は不偏不当じゃないと政権批判ばっかりやってるじゃないかと,、うん、と,とって言,、うんはい、言うんだよ。うん、だから俺は メディアが権力を監視しなければどうするんですかと批判されていいじゃないですかと基本的には権力を行使しているんだからあなたの側はそれをきちっと批判も含めて報道しなければメディアの意味がないでしょうと言って俺はいつも言ってたね。 まあ一応議論にはなるんだけど議論にはなるんだけどでも総理と議論してるわけだからね <laughs> <laughs> 議論になるわけだけどそれはもうあの健丈さんのスタンスは変わらないですねっていうそういうなんていうのかな大きさがあるのよあの人だから人間的魅力があるのよそれはもう健丈さんは健丈さんのスタンスであのっていういいじゃないですかっていうことで最後は引くのよはいはいはい古舘一郎氏がね言ってましたよね 民主党政権の時の方がこうずっとクレームが直接来てたと、えーあの。で、安倍政権の時には直接来たものはなかったってこう。うん、うだから多分そのフラストレーションを県 <laughs> 議にぶつけてたのかもしれないですね。やっぱり,っぱりそこはやっぱりやっぱり自分にちゃんとノリを作ってですね、不満はあるけれども直接口を出すなんてことはやっぱり権力としてやっちゃいけないってなったんじゃないですか。その点民主党の今の立憲の連中っていうのは真逆ですからね。自分のこと 立直接やっぱりそのあの彼やってたの「報道ステーション」でしたっけ古舘さんがやってたので、うん、僕らから見たら結構、ね、あの自民党批判であれだと思うけども民主党批判が許せなくていちいちなんか直接クレームが来てて<ー>あれはやめろとか言ってですねああてすねちょっと少し前にネットで話題になってましたが古舘さんが言ったって言って。 あの、安倍総理が、あまあ、開催してて、いろんなことになるんだけど、その前に、そこに至るまでの話を多分しなきゃいけないと思うので、はい、その主観と言われる僕の、あの、お師匠さんの話をちょっとしようと思うんですけど、いはい、えっと、佐藤聖中さんと言って、あの、雑誌、今でもあるんですけど、雑誌社の経済界という雑誌社のオーナー、創業者で、えー、まあ、その、 肩書きを主幹主幹、ま、あ社長ではなくて主幹と、え、僕らは呼んでるんですけど、その主幹の佐藤清中さんの随行秘書をなぜか僕は、あの、新卒1年目というか、3日目からやることになってですね、えー、ま、あこれが、ま、あその3年間まで、ま、あ地獄みたいな、あの、日だったんですよ。<laughs> はい、で、どういう人かっていうと、その、えー、っと、それこそ、モタさんのお父さんとか、えー、まあ、政財界、えー、 こちら財界の人ですけど、という、まあ、こういうとかが、やっぱりその経済界という雑誌をやっているので、取材対象でもあるしい、いろんな人たちのコネクションがあって、今みたいにね、その政治資金規制法とか、えー、公務員倫理規定法とか、そういう法律がちょっと緩い時代だったんですね。ねで、えー、例えば、あの、いろんな政治家の、 を囲む会みたいなのをやるんですよ、えーまあ、とにかくこれから、ええー、まあ、大臣なるであろうという人、まあ、大臣やってる人もそうなんだけど、そういう人たちの勉強会みたいなのを主催して、で、えー、いろ名だたる企業の人たちを会員にして、まあ、会費、ドカンっていう会費、まあ、そのいくらとは言いませんけど、はい、会費を取って年3回の朝食会ぐらい、1時間で終わるんですけどね、せっかちだから、えー、何十人も出てるも、えー、はい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 、みたいにして、えー、で そうすると、えー、その、まあ、会費を持っていくじゃないですか、はい、僕がこうやって持っていくんですけど風呂敷こういうふうに包まれてで、えー、そうすると政治家の先生も清、まあ、中さんには世話になったようなで例えばそ,れその人が大蔵大臣になった通産大臣になったっていうと大蔵大臣のその先生から、えーまあ、大蔵省の主計局の 局長とか主計局の課長とかを紹介します。はい、なんでかなんでかって、主計局ってスーパーエリートの集まりなので、<ー>この人たちが一番偉い事務次官に基本になるんですよ。で、まあ事務次官になってから紹介されるよりももうね、その小学校ん頃からこう可愛がっていったらあ、先生先生みたいな感じになるじゃないですか。はい、そうするとその人に銀行銀行局とかあって銀行局の課長とか頭取り呼び出せるぐらい、はい、あのもう 箸の上げ下ろしはもう銀行は、あの銀行局の言いなりだから、そうすると、清中さんの相対的な、なんていうのかな、こう、強さというか、はいえー、政治家さんには、まあいろいろ面倒を見る。うん、で、えー、役人は非常に可愛がる。で、えー、経済から恐れるみたいな、その性感罪っていうのを、別に計算しやってたわけじゃないと思うんですけど、うん、そういうなんか目先の聞く人だったんですね。で、そこ、まあその人にくっついていて、 僕が32歳の時かな、経済界の役員になった時に、<laughs> えっと、ある人を通じて、安倍晋三さん若くてね、あのー、非常に、えー、これから伸びる政治家だから、あの、ご飯食べましょう。えー、ホテルオークラン10日輪で、主幹と僕と、え、当時の社長と、えー、総理。まあ僕らは総理総理って、はい、あの、その当時,当時はまだ全然総理じゃないですよ。はい、安倍先生にお会いしてご飯食べた時に、僕は見入られてしまって、 一旦やめてたその政治家の会とかをあ安倍さんの拡む会をやりませんかといわゆるオーナー職の強い大企業の人たちをに声かけてこう集めたんですでそのうちの一人が大友政志の顧問最高顧問だったかなあの時もた、えー、高さんのお父さんがいたんです<ー>でそれは えー、3ヶ月に1回だから食事、昔みたいにその政治資金規制をともあるから、ちゃんとそのお、リーガル的にも、ちゃん、あの、して、えー、そんなかつてのようなドンっていうその回避じゃなくて、えー、きちんと3ヶ月に1回、えー、お昼を食べる回だったのかな。ででも夜もあったよ。だけど、結構ね、あのー、お年寄りが多いんですよ。あえー、まあな、70過ぎの、その、 おじ,おじいさんとは言っちゃいけないな、えーあま、相談役とか会長とかっていう人たちばっかりで若いののがもうこの2人だからもう自然となんかいあの自然とっていうかねあれ俺覚えてるなんだっけあの佐藤さんなんかみんな自分の父親ぐらいの年でお互いかところよね普段からもこの回だけじゃなくてもね だからあのちょっと今度若いもんだけでやらないって言って、ね、何回目かの出席の後に声かけたのがきっかけなんだよね。そね、えー、したらねそれからねあれよあれよという間に総理になっっちゃったんですよ、うんね、安倍さんが総理<う>に。でそのまあ現,現職になってねお忙しいのに声をかけるのは申し訳ないなと思ってもう現職の時はね声をかけないで、うん、あの控えてたんですよ。す長く続く続と あれ、まあ、お会いできなくて、ちょっと、寂しいなとか思ったら、まあ一年で、その、ね。第一、第一次内閣はね。はい。ね、えー、辞職、辞任されて。はい。で、えー、僕は別に、まあ、はっきり言うと、周りはね、もう終わった人だからとか、んだかんとか、こう、いろいろ言う人たちいたけど、<ー>別に好きだし、はい。あのー、まあ、総理にし、するかいだったけど、あのー、まあ、 またもう一回それを復活してご飯食べようって言ってまた三ヶ月に一回始まったんだけどもたラさんがいやいや総理やってね肩こると思うよと、うん、年上ばっかりで、うんうん、だから僕ら和解のだけでもまた別に三ヶ月に一回ご飯食べる会を総理呼んでやろうよって言って、えー、だから三ヶ月に一回食飯食っちゃうんですよ皆さんいかがでしたか安倍元首相の死により。 他国との交流や日本の政治力が衰退してしまったと思う方は高評価を。安倍元首相の暗殺には政治的な動きが絡んでいると思う方はチャンネル登録をお願いいたします。安倍元総理の暗殺に関する陰謀論やその背後にある政治的な背景について議論しているもので、さらに日本の政治情勢やメディアの役割についても触れられています。安倍元総理がどれほど影響力を持っていたか、 そして彼の死が日本の政治に与えた衝撃について深く考察しています。まず、この話から感じられるのは、安倍元総理に対する強い思い入れです。動画内の話では彼を信頼し、彼が日本の政治において重要な存在であったことを認めています。安倍元総理がいなければ、日本の政治は今とは全く違った状況にあったであろうという見解が繰り返し示されています。これは、 安倍元総理の存在がいかに大きかったかを物語っています。また、安倍元総理の暗殺に関する様々な陰謀論が議論されています。事件の背景には複雑な政治的な動きが絡んでいる可能性があると考えており、その一部は小説の中で描かれているようです。小説を通じて事件の真相に迫ろうとする試みを称賛し、その描写が非常にリアルであることに驚いています。小説の内容が、 実際の事件や政治的背景を反映していると感じている点からも関心が伺えます。さらに、メディアの役割についても重要な議論がなされています。メディアが権力を監視し、批判する役割を果たすべきだと考えています。特に、安倍元総理のような強力な政治家に対しては、メディアが公正であることが重要だという意見が示されています。この点に関して、メディアがどのように報道してきたか、 そしてその報道がどれほど影響力を持っていたかについての考察が含まれています。全体から感じられるのは、安倍元総理の死がもたらした衝撃と、それによって浮き彫りにされた日本の政治やメディアの問題です。彼の存在が、日本の政治においてどれほど重要であったかを再認識させられるとともに、事件の背景にある複雑な政治的動きを考察することの重要性を強調しています。また、 メディアが公正であることの必要性や、その役割についても深く考えさせられる内容となっています。安倍元総理の死をきっかけに、日本の政治がどのように変わっていくのか、そしてメディアがどのようにその変化を、報道していくのかを見守ることが重要であると、感じました。彼の存在が日本に与えた影響は計り知れず、その死が日本の未来にどのような影響を与えるのか、今後の展開を中止していく必要があります。